私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。